さて、この後はダミーグリッドに集まりましたキャデットオープンクラスから予選ヒートが行われてまいります。カデットオープンとジュニアクラス、そしてスーパー SS、SS クラスの4クラスは予選2ヒート制です。その予選ヒート1に向けてカデットオープン13台がコースへ入っていきました。先ほど行われたタイムトライアルによりまして、この予選ヒート1スターティンググリッド、まずはポールシッターにはゼッケン2番、ランキング3番手成川壮介がポールを獲得。アウト側2番手スタートにランキングリーダー中野京介、3番手からはランキング2番手の林樹とトップ3がスタートの予選ヒート1もグリッドトップ3となっています。4番手には森一馬、5番手スタート赤池凛と6番手の石川大和、7番手から北村慎、8番手の西村成近、田川作太郎が9番手、井戸翔太郎、美濃浦幸喜、牛山春樹、井戸誠志郎と13台のグリッドが組まれていきます。まずは一周のウォームアップ、ウォーミングアップを終えまして、ここからはローリングラップ、隊列を整えていくということになります。まだコース上は完全なレインコンディション、もちろん全車レインタイヤを装着してコースに出ていきましたが、5コーナーで誠志郎が回ったか。ストレートに入った13台、さあ隊列が整っていきます。誠志郎も今一番後ろに加わりました。フロントローは成川と中野、2列目には伊月と一馬、さあこの上位陣から誘導ラインコリドーに収まっていく。さあ今ブラックアウト、スタートが切られていきましたが、ゼッケン19番がスタート前にコリドーをはみ出してしまったか。さあ今審議に入っていく、スタート直後の2コーナー、ここで成川がブレーキングミスか。さあ代わって3番手スタートの伊月がトップに立ってきました。林伊月がトップで5コーナー、後ろには中野、ポールシッター、成川壮介3番手、その後ろには森一馬か。しかしその森はスタートの、審議が行われています。その彼らの後ろには赤池凛斗と北村慎が並んで、11コーナー北村が前に出ていく。さあオープニングラップ、早くもポジションが入れ替わってきました。3番手スタート林樹を先頭に最終コーナーに入っていく。まずはオープニングラップ、林樹がリーダーで帰ってきました。その樹の後ろにぴったりとランキングリーダー中野京介が張り付いた。そして2コーナーでは1台回っている、ゼッケン35番、井戸誠志郎、前回水波デビューレースとなりまして、この最終戦、ここ水波2レース目の誠志郎、さあ徐々にタイヤも温まってきまして、成川が前2台に近づいてきたか。さあこの辺りの先頭集団ですが、トップが入れ替わります。林をかわしまして、伊月をかわして中野京介が前に出た。2周目はラップリーダーで戻ってきました中野京介、中野、伊月、そし
て成川のトップ3、少し間が相手のセカンドグループは森和馬をかわしてきたのが北村慎です。北村を先頭としたセカンドグループ、こちらは4大パック、北村、森、そして赤池凛斗と石川大和。さあ再びタコツボの折り返し、ここで森和馬が前に出てきたか。さあこの辺り4番手争いのバトルが激しくなっています。一方のその前、先頭集団トップ3の間隔も詰まってきました。中野京介を先頭としたトップ3、ランキングを争うこの3台の間隔が詰まってきている。これで3周終了、4周目折り返しのこの4周目と入ってきた。再びセカンドグループ4番手争い、2コーナー北村がインサイド飛び込んでいきましたが止まりきれない。さあ今度は5コーナー、北村が果敢に森和馬のインサイドに飛び込んでいきますが、ことごとくクロスラインを使って森和馬が前に出る。北村を抑えていく。その後ろでは赤いケリントと石川大和、ここまでのこの前半ファーストストラップはスタートこそ遅れましたが、3番手成川宗介がここまでのファーストストラップです。1分2秒354、そしてセカンドベストは北村慎がマークか、1分2秒391。この後の予選ヒート2のスターティンググリッドはこのヒート1のベストタイム順で組まれていきます。従いまして現在トップを走行している中野京介、その京介の横、今5コーナー、ここで五木が飛び込んでいきましたがクロスラインで京介が再び前、その後ろ3番手の成川がここまではファーストストラップということですので、仮にこのままチェッカーとなれば成川がヒート2もポールシッターということになりますが、さあその成川のベストタイムファーストストラップを更新していくドライバーは現れるのか。バトルをしていく先頭集団、京介、五木、そして成川のトップ3、セカンドグループも依然田村と森和馬がやり合っている。さあ5コーナーでは再び五木、そして北村がそれぞれインサイドを飛び込んでいくものの、やはりここもクロスライン。この後帰ってこればファイナルラップ。さあ11コーナー、ここで成川が飛び込んでいく、林樹のインサイド、ここで成川が飛び込んでいきますが狭い最終セクション、樹がカバーしていく。残りは1周ファイナルラップに入っていく。さあこの2番手バトルの影響で中野京介は少しリードを作ってきたか。さあその中野が5周目でファーストストラップ、1分2秒350をマークしております。この京介の後ろでは2番手バトル、ここは成川と五木がバトルをしているのでタイムアップはしていけないか。ここまでのファーストストラップは1分2秒350、現在トップの中野京介がマーク。さあこのままチェッカーとなれば中野京介、ヒート2ポール獲得。
さあ今これで中野からチェッカーが出されてきまして、このチェッカーラップ成川宗介ファーステスト更新です。1分2秒308バックストレートエンド11コーナーブロックラインを通っていった成川でしたが、それでもファーステストラップを塗り替えてきました。トップチェッカー中野京介もベストを更新しましたが、それを100分の3秒上回って成川宗介がファーステストを塗り替えてのチェッカーです。3番手チェッカー林、4番手の北村、5番手森一馬というオーダーでチェッカーを迎えましたが、ベストラップは成川がファーステスト、セカンドベストがですので中野京介か、3番手ベストがこれは北村慎が3番手ベスト、4番手で林月、5番手森一馬という上位でグリッドが組まれていきそうです。ガゼットオープンヒート1終了。この後はジュニアクラスに変わります。